ました。弱り目にたたられられん、畑明の弱り目にたたられロレディオサードシーズン。このラジオは日々のくだらない疑問をあなたの耳に吹き込みつつ、感情の言語化について研究をしてみようではないかという探求ラジオです。られられられん、マスコットキャラクターであり感情言語化研究所員の三九達夫です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。私忘れてました、大事なこと。大事。はい、タタラジのテーマソング、タタララが配信開始です。いや、ありがとうございます。皆さんぜひ聞いてみてください。聞いてみてください。各所で聞けます。はい、各所、はい、どうやって聞けるのかな。買うこともできるし、はい、配信で聞く、配信というかサブスク的なところで聞くこともできます。なるほど。はい、皆さんお好きな方法で多分ほぼどこでも聞くことができると思うので、はい、聞いてください。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう一個忘れないうちにお知らせします。はい、何でしょう。はい、2019年9月7日秋畑 YouTube チャンネルよりテスト配信を兼ねたスタジオライブ配信を行いたいと思います。何やんの。何やろうかな、ちょっと懐かしい曲とか、はい、最近の曲とか、うん、まあなんならタタララも歌っちゃおうかななんて思ってます。スタジオライブ配信を行う。はい、でテスト配信を兼ねて、はい、これがうまくいったらちょっと定期的にライブ配信やってみようかなって思うので、まずは数曲の短い配信やってみますので、はい、興味ある方は畑明の YouTube チャンネルを登録の上、時間と詳細の続報をお待ちください。はい、Twitter オフィシャルサイトでお伝えする予定です。9月の7日ということをちゃんと覚えておいていただければ。はい、はい、そうです。皆さんぜひ見てくださいね。はい、なんかドキドキするなふつおたを一応読んでおきましょうか。はい、タタラジお便りということで、はい、この方はタタラレネームくちこさんからいただいております。はい、くちこさんありがとうございます。はたさん、たつおさん、こんにちは。こんにちは。はたさん、お誕生日おめでとうございます。 ありがとうございます。また1年経ったということは月奥、これはダークネステクノバージョンのリリースから1年が経ったということでもあり、はい、月日の流れの速さを実感しております。さて、ここ数年畑さんは誕生日にご自身と向き合った内容のブログを執筆されており、それがとても面白い内容なので、今年はどんなことを書かれるのだろうと楽しみにしています。あるいはタタラジ内で今のご自身の悩みや疑問について議論されているところでしょうか。いずれにせよ畑さんにとって自分自身と向き合う特別な日なのだろうと推察しております。拙い文章となってしまいましたが、改めておめでとうございます。今後の作品もとても楽しみにしていますということで、くちこさんありがとうございます。ありがとうございました。よかった。なんかブログに結構うざい文章を書いてるんだけど、毎年お誕生日うざくないでしょいや、なんかこれ誰が読んでくれてるんだろうって、実はちょっと疑問だったんで。いや、読んでる人いらじゃないですか面白い内容だって。よかったね。よかった、よかった。こう皆さん声上げないと、これ何のためにやってんだろうとか素に戻っちゃって配信がね、配信とか更新滞っちゃいますから。確かにそうなんだよね、なんかこれだったら自分の日記帳に書いといた方がいいんじゃないのっていう気持ちになるじゃない、何の反響もないとね。そう、わざわざ公表しなくてもいいのかな、むしろ公表してるのうざいのかな、とか考えちゃうんで、こういう反応があるとすごい嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ぜひブログ読んでみてくださいね。はい、やっぱ誕生日って一つね、自分の中でこう区切りというか、一つ振り返るきっかけみたいな ね、年末年始じゃなくてやっぱ誕生日っていうところが大事なんですよね。誕生日の方が、こう自分の人生について振り返りやすいじゃない。そうだな。年末年始だとどっちかっていうと仕事について振り返っちゃわない。そっか、なるほどな、プライベートを振り返るという、と自分の心の動きが今どうなってるんだろうなっていうのを確かめやすいなっていう。どうでした、今年は。今年はね、いや、一番精神的に落ち着いた年になったと思う、精神的に落ち着いたなんだろう、うまく言語化できるかな、自分はね、こう孤独になってもいいなってその50歳になる時に思ったのね、何かそのことを自分が自分らしく発言したりとか行動したりすることによって、友達がいなくなったりとか、仕事がなくなったりとか、しても、それでもやっぱり自分らしく生きてる方が大事なんじゃないかなって思って、そうしようと決めたのね、
でも決めたからってすぐにパキッとできるわけじゃないじゃない、うん、ただそうしようと決めてそう行動してきた結果、うん、すごくその当時の50歳の自分より生きやすくなったなって実感した年だった。よかった、うんうん、で自分が自分らしく発言したり行動したりすることによって、うん、やっぱり離れていく人もいたけれども、うん、ただもっと仲良くなる人もいたりしたのね、うんうん、だそれはあ想像外だったなっていう。なるほど、うん、それはすごいことですね。嬉しかったし、うん、そういう人を大事にしていきたいなって思ったのね。なかなかみんな怖くてできないですしね。うん、怖かったやっぱり、うん、でやっぱ孤独であることにもみんなジタバタしちゃいそうですしね、うん、そこはでももう大丈夫だという心の自信を持てたという、うんうん、自信というかこれがあるべき心の状態なのかなって思った、うん、なるほど、それはすごいな。だからうわーってこうハッピーになったんじゃなくて、うん、すごいフラットのまま自分の心が悪い方に波立たなくなったっていうか、うん、それはだから強くなったんじゃないですか、ね、強くなった？強くなったんじゃない、まあ、でも未だにたっちゃんに怒られるとへこむへこむんだ。あ、また怒られた。真に受けなくていいです、ミスター K2 さんからいただきました、はい、畑の弱り目にたたられろレディオシーズン3様、はい、畑さん、辰夫さん、ラレラレラレ、ラレラレラレ、畑さん、8月13日のお誕生日おめでとうございます。ありがとう。新たな1年、各地の見聞を広めつつ元気にお過ごしください。はい、で今日は畑さんが最近ハマっているというほうじ茶ラテで乾杯したいと思います。はい、プロジットビールじゃん。それではまた。ありがとう。ということで、追伸、畑さんは豆乳のほうじ茶ラテがお好みということで、畑さんの好きな飲み物をブレンドしたものがないか調べてみたところ、うんうん、豆乳とビールと蜂蜜をブレンドしたソイビアというものがありました。ソイビアですね。よかったらこれにほうじ茶要素を加えて、畑さん専用ほうじ茶ソイビアを試してみてください。ぐちゃぐちゃだよもう。豆乳、ビール、蜂蜜、ほうじ茶。ほうじ茶、うん、これはベジタリアン的な飲み物なのかな、かな。まあでもビールそうだよな。豆乳とビールと蜂蜜か、うん、想像したことなかったけど、まあ、聞いちゃったからにはね、試してみたいよね、うん、これよかったらうん、URL も送ってきてくれてるんで見てください。作る、そういうビアね。ミスターケツさん、ありがとうございます。はい、これで乾杯したいと思います。ありがとうございます。というわけで53歳、はい、人類の年齢では53歳を超えて、はい、落ち着き、はい、みたいなもの、はい、ちょっと待って、それちょっと見逃せないな。落ち着きがある、落ち着きっていうかね、うん、平らか変なに思ったな、平らか、うん、平らかになった、平らかになりました、ね。はい、畑さんのトークぜひお楽しみいただければと思います。では所長、始めましょう。弱り目にたたられられ。感情言語化研究所、このコーナーは感情の言語化についての研究です。感情をどう言語化して歌詞につながるのか、またこの感情を言語化したいなど、タタラジリスナーも研究所員として参加してくださいね。メールが届いております。お、嬉しいな、ありがとうございます。所長畑明様、はい、マスコット、サンキュー辰夫様、はい、マスコット、単なるマスカマスコットマスコットなんだいつも楽しみに拝聴しております。ありがとうございます。感情の言語化についてちょっと考えてみました、はい、お二人にお願いしたいのが、こんなシチュエーションで喚起される感情です、うん、そんなに親しくないけどちょっと利害関係がある人からおだてられた時の感情、うん、一瞬ふわっと反射してしまうけど、見え見えな感じにスーンと心が反応するその感情を言語化していただきたいです。あと、そんな局面での上手な返しも教えていただけたら嬉しいです。お忙しいと思いますが、タタラジが末永く続くことを祈っております。もし読んでもらえたらフォトメールください。はい、還元検証員の若林さんよりいただきました、はい、若林さん、ありがとうございます。あ、なんかわかる、おだてられた時、そんなに親しくなくてちょっと利害関係がある、うん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 、まず仕事先で知り合った人とか、ね、仕事先でみたいな、うん、いやいやいや、ご立派ですよ、いつもね、なんか尊敬してますよみたいなこと言われた時、うんうん、ね、
確かにね、あの、うん、ふわっとね、うやったって思っちゃうんだけど、うん、いやいやいや、きっと最新のとか聞いてないしとかこうね一瞬で冷静になる。あたさんちゃんとおやったって思えてるところが可愛いじゃないですかだってさ、直接褒められることってさ、うん、なかなかないじゃない、うん、まあそっか、うん、だからそれはやっぱあたさんを褒めたところでね、もうその褒めを上回る仕事をしてるわけじゃないですか、基本的には。いやいやいや、仕事量も、まあ量とかね、年数で言うとね、あと全部を把握してる人っていないでしょ。うん、そうだね、やっぱ仕事が増えるし、うん、そんなるとその全部知った上で言ってるわけじゃないっていうのが見え見えなわけじゃないですか、うん、どうする、そういう時、その時の感情、どんな感情。その時はまずやっぱりね、あの若林さんみたいにふわっとね、うん、こう嬉しくなっちゃって、うんうん、で落ち着け落ち着けってこう自分をなだめてここはあの仕事人として大人の返答をしなければと思って、うん、まあ、上手な会しかはわからないけども、うんうん、普通に ありがとうございます、おかげさまでとか、あ、まあそうなるよね、うん、ありがとうございます、おかげさまでってなるよ ね、うん、なるよね。でもそんなに親しくないってところがあれだね、うん、親しかったらね、うん、あ、この前のあれ聞いてくれたんだとか、そうなる、あれ実はさ、なんとかなんだよねっていう、うん、こうちょっとこぼれ話とかで盛り上がれたりするんだけど、うん、そんなに親しくないってなるともうお礼しか言えないよね。まだまだ頑張りたいと思いますとか、うわ、いや、まあその横綱みたいなね、なんかもうその、うん、そうそうそう、スポーツ自分の相撲を取るだけですみたいな感じになっちゃうからそれ面白くないじゃないですか。ね、私もちょっともっと気の利いた返しをしたいなって思ってるんだけど、たださ、だってさ、うん、向こうも、うん、そのそんなにね、うん、考えてないわけじゃないですか、うんうん、スタンプみたいなもんじゃないですか、うん、だからこっちもスタンプで返すべきだと思うんですよね、うんうん、同じ熱で返すべきだと思うんで、そうだね、ありがとうございますぐらいでいいんじゃないですか。 そうだね、それにかぶせてきたらもうちょっとうまい返しを考える、ね、そうね、向こうもちゃんと本当なんか、うん、あの上辺だけでも調べてきたとかそういう姿勢を見せるんだったら上辺だけでもなんか考えたよっていう、そうだね、特にあの作品のあそこがとても好きですって言われると、そうそうそう、あっていう、なるほどっていう、うん、だ親しいか親しくないかっていうところはポイントですね、うんうん、だから俺親しかったら、うん、うるさいよでもいいしやがましいわとかあーすごい親しかったらね、うん、何言ってんの、うん、とかなるんだけど、うん、親しくないとね、うんうん、まあこの見え見えな感じにすんと一瞬ふわっと発射してしまうけど、見え見えな感じにすんと心が反応するって、これもうめちゃくちゃ言語化できてるじゃない、できちゃってるね、いやだからこのコーナーの難しいところです。すでに、うん、あのこれを言語化してくださいっていうことを言語化しないと伝えられないっていうジレンマがありますよね、このコーナーで。私のコーナーの考え方間違っただからシチュエーションだけよくわかんないけど、このシチュエーションでのこの感情なんて言えばいいんですかねっていう質問の方法にしてくれればいいわけですよ、うんうん、あ、ちょっと利害関係がある人からおだてられた時の感情は、うんうん、あれは何なんでしょうかっていう感じ、もうこれいいよね、あの見え見えな感じにスンと心が反応するって分かるもんね、うんスンってこう、うん、スンっていいな、このスンって、いや俺だから雑な感じに扱われるぐらいだったら、うん、まずあの扱ってほしくないっていうかね、うんうん、何も言ってほしくなかったっていう気持ちになりますよね、うん、なる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 。あとあの経済面に触れられると、いや経済面あれヒットして儲かったんでしょみたいな、なるほど、こと言われると、え、そこなのって今時いるそんな人、たまに、え、でも同業じゃないでしょ、その同じ業界じゃないですよね、まあでもあれだけヒットしたっていうのを知ってるってことはそういうことか、まあでも同業に近い人とかでも、いや結構入ってるでしょとか何気に軽く言ってくると、いやまああの税金も結構出てきますよってこう言うしかないじゃない。なるほどね、まあね、うん、そういうその返ししか今んとこできてないんだけど、あーそっか、難しいな、うん、ね、いやいやそちらこそみたいなあの時もあるじゃないそうだね、うん、そちらこそっていうのもあるね、うん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 、何がどうしたらいいんだろう、どうしたらあのスマートなの、もうそのままお返ししますよとか言ってるけどさ、なんかもっとこう
洗練された返事ってないのかね。それはど何言われた時、じゃちょっと僕に言ってみてください。俺がそれ、あそうだね、うん、は最近、うん、達夫さんご活躍で、いやちょっとね、あの乗りたい車があるんでね、頑張りたいと思いますみたいな。もう買えるでしょ、100万台ぐらい。いや100万台は無理ですね、90万台ぐらいですかね。これあの前のクロス君ゲスト会の1億円問題とちょっと似てるね。そうだそうだ、難しい。やっぱりスタンプはスタンプになっちゃうね。俺でもおだててくるやつマジ信用できないんですけど。うん、わかる。だって本当に、うん、本当にスタンプじゃん、単なるスタンプじゃん、うんうんうん、だったらいらねえからそのスタンプって思っちゃうんですよね、うんうん、確かに心がスンってなりますね。スン、もういいじゃんこれ、心がスン感情で。腹立つ俺、もうなんか腹立つ。心がスン、スン、つまりスンってことは冷静になるってことですね、うん、そういうことですかね、ちょっと客観的になっちゃうというね、うんうん、心がスン、うん、かっこ冷静に、そうだよな、冷めた、そうだよな、冷めた感じになる、うん、なのでこれはもう心がスン、スン状態、うん、でいいんじゃないですかね、うん、そうですね、自分でね若林さんできちゃってますよ、できちゃってる、優秀ですよ、すごいな書院、うん、素晴らしいです。どうなんだろうな、またちょっと別の感情の言語化でいうと、うん、感慨深いっていう言葉あるじゃないですか、はい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 、感慨深いって何も言ってないよなと思う時あるんですよ、もやっとしてる、うんうんうん、あれどうしたらいいのかなと思う時あるんですよ、ね、あれね、ブログを書くときについ使ってしまうんだけど、うん、あそうですか、うん、いやだから長く生きていれば感慨深いこと増えるじゃないですか、うんうんうん、そのあれ、まあ、大きく言えば僕は伏線回収みたいな、人生の伏線回収をちょっとでもした時に感慨深くなっちゃうんですけど、うんうん、なんだろう、例えばまあ畑さんの立場で言えば、うん、デビュー曲の歌詞書いた子と一緒に同じステージ立つ時みたいな、うんうんうん、それちょっと感慨深いじゃないですか、うんうん、あともう伝えたいことがありすぎて感慨深いですって言うしかないっていう、うん、そうだよ、あの子がデビューした時はこうこうこうで、それがこうこうこうなって、うん、こうこうこうっていうのをそこに全部書くのもちょっとくどいかなって思った時に、もう分かって、この背景分かって感慨深いですっていうとこでまとめちゃうっていう、言葉にならないとかね、なんかそういう表現になっちゃいますよね、うん、で若干大人っぽいじゃない、確かに大人っぽい、だからつい大人として頼ってしまう、感慨深いにね。なんか俺誠にいかんと感慨深いってなんかね、すぐ手をかけちゃいそうな気がしてね、なんかそこに捕まってしまいそうな気がする、だからなんかね、感慨深いに負けちゃいけないと思うんですよね、うんうん、そう、本当はねそこに逃げちゃいけないんだけど、そうなんだよな、何かしらの具体的なことを言うべきなんだけれども、うん、結局は具体的が多すぎて、ああ、うん、まとめますと感慨深いです、うん、そうだよな、じんわりする、だからさっきも、さっきの方も、うん、心がスンとなるとか、やっぱオノマトペで例えるしかないですよね、うん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 、じんわりきたみたいなことと一緒ですよね、うん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 、そうだね、でもそういうの歌詞で書く場合はどうするの、例えば時間の経過とかが登場人物とか、うん、あるいは歌い手の中とか世界観の中にあって、うんうん、感慨深い気持ちを歌うとき、うん、まあエピソードを盛るよね、やっぱ具体例です か、うんうん、やっぱ具体例が一番わかりやすいですかね、うん、その時見た景色とか入れると、うん、こう聞いてる人もイメージしやすいし、そっか、なるほどね、まあ、例えば木漏れ日がっていうと、うん、あの時の木漏れ日がっていうと、うん、はぁってこうさーっと光が差すような、なるほど、うん、今は違う人と見てるっていう、すごい、なんか本当に、うん、俳句とか短歌みたいですよね、あそうだね、三笠の山ので見た月と今この中国で見ている月は同じ月みたいなことですよね、いでし月かもっていう、月かもですよね、いでし月かも感を出す、いでし月かも感、いでし月かもっていう歌書いてくださいじゃん、いいね、いでし月かも、でもやっぱ昔からあるんだろうな、うん、そういう感情はあって、うんうん、どう表現しようかなって考えて、それを言葉にするのが激うまな人が歌とか読んでたんでしょうね、うんうん、そうだね、多分でみんながあ分かる分かるって
言って、いいねボタンみんなで押してたんですよね。そうそうそう、平安時代の人とかね。でまあまああんまり得意じゃない人はそういうのちょっとこうパクりながら、そうだね、なんとか形にしてたんだろうね、きっと。なるほど、ね、古今和歌集とかだから、うん、あのファボラレータ歌集みたいなファボラレータまとめみたいなことですよね。確かにそうだねそうか、そうだよな、そうだ、うん、そう考えると楽しいね。だから感情のもう細かく言語化されてって、うん、なんかこういう時の感情、こういう時の感情ってなんか一つ一つ変えられてるんでしょうね多分ね、うんうん、それが全部なんか歌とかになってるのかな、うん、そうだね、うん、いやそれを通じてあ分かるって今も思うことってあるもんね。あるね。昔分からなかった感情とかってありますか？今ようやく分かる。あ、やっぱりあのいでし月かも感、あの、うん、景色とか風景にかける感じが昔はこうあまりピンときてなかったのね。そうですか。竜田川って言われても、竜田川って言われてもな確かになあんまりピンときてなかったんだけれども、うん、年を重ねていろんな景色を見るようになってから、うん、なんとなく風情が分かるようになってきたっていうところもあるかな。そういうことか。これはやっぱり街に住んでるからだよね。なるほどね。季節感が感じられないし、うんうんうん、でもやっぱりいろんな風景見ないとそこの風景独特の持ってる雰囲気っていうのは分からないじゃないですか、うん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 、ずっと生まれてから毎日同じところに住んでてずっと同じ生活してると、うん、そこの風情って分かるんですよね、うんうん、やっぱ外出てみないと。そうだね、そうだね、分かんないね。だからそうね、詩人とかあの音楽家は旅をするべきだって言うけれども、そういうのがあるのだろう ね、 ね、きっとね。見てる風景を常に新鮮にするためにカメラを外に置くってことなんでしょうかね、うんうん、はい、若林さんありがとうございました。ありがとうございました。いや感慨深いです以上、感情言語研究所でした。そろそろ別れの時間となりました。タタラジでは皆様のお便りをお待ちしております。日々のお便りは何でもあり、日々のくだらない疑問や感情言語化研究所にてこのシチュエーションでの感情を言語化してほしいなど思いついたことをお知らせください。宛先はタタレディオアットメトロフォルテ .co.jp、 YouTube 版ノート版のメールアドレスからもどうぞ。採用の方には旅先から畑さんがリアル絵はがきまたはフォトメールをお送りいたします。はい、絵はがきご希望の方は宛先書いといてくださいませ、うん、宛先なき方は自動的にフォトメールをお送りします。旅先から、はい、うん、感想はツイッターにてハッシュタグタタラジ、ひらがなのタタラジでつぶやいてくれるとこっそり見に行きます。本日は割と ね時間通り進みました ね、 なんかいい感じじゃない、やればできるじゃん私たち。だいつもの寄り道トークがこの番組の持ち味なんで、今日は寄り道がなかったっていうことですよね、うん、あもしかして面白くなかったりしちゃったりしわからないかもしれないよ、なのでなんか今寄り道したい話があったら、寄り道したい話、うん、そうだね、あタタララね配信開始したじゃない、うん、はい、でミュージックビデオ作りたいなって思うの。ミュージックビデオだとどうよ、どうよ、ミュージックビデオってどうやって作るの、僕わかんないですけど、この曲にどういう絵を当てはめるかっていうのを考えて、うんうん、映像を撮ってもらい、うん、編集してもらい、お、それを曲に当ててお、アップするということですね。で、うん、タタララはどういうイメージなんですか？あのね、はい、そう、私のイメージ的には、はい、割と田舎道を、はい、こう二人でとつとつと歩くみたいな感じ。おー、はいはい、後ろ姿を映す、はいはいはい、割と引きの感じで、うんうん、で、2人の間はあんまりくっついてない感じなのね、うんうんうん、くっついてない感じなんだけれども、こうだんだんこう距離が縮まってきて、うん、最後は並んで歩いてるよねぐらいの感じになるような、へー、なるほど、のをなんかちょっと美しい地方の景色、どこだろうで撮りたいなとかいう、なんとなく難はあるんだけど、どう、たっちゃんはここが歩きたいとか、じゃあどう、いな
どこなんだろう。どこなんだろうね、川っぺりとかいいかもしれないね。時代感みたいなのあります？ちょっと昔とかちょっと未来とか。ちょっと未来ってどこ逆に、まあ、あるいは世紀末的な感じなのかまあ未来なのかだからちょっと未来って、時代感はそっか、ちょっと前の方がいいのかな。あ、なるほど。あ、ちょっと前いいかも。ちょっと昔の服装で歩くのいいんじゃないの。うん、うん、ってことはノスタルジー。うん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 、ちょっと襟のついた白ブラウスにひだひだスカート、素敵なやつですね。乙女が反応するやつですね。なるほど。でたっちゃんは朝のスーツかなんかに、うん、朝のスーツ、ちょっとハットをかぶって、ハット、うん、あーなるほどね。うんうん、ってなると、うん、それはロケ1日ですか。天気が良ければ1日かね。そうですね。でも場面をいくつか撮るとなると1日じゃちょっと難しい。確かに、うん、だから多分一番現実的なのは、2泊3日を組んで旅行じゃん。そうで、1日目行った日にまずロケ班をしちゃう、はい、で2日目に撮る、はい、で3日目は予備日としておいて、はい、2日目に撮れなかった分とか、もしくは悪天候になってたら3日目に撮ってしまう。なるほど。っていうのが結構現実的なスケジュールかなとは思ってる。ワンシチュエーション。そうだね、まあ、どこかを歩くっていうのと、どこかにお互いがポツンポツンと座る的なのは欲しいかなと思う。なるほど。僕が好きなのは、うん、あの風車がある、うん、あの波崎ウィンドファームご存知ですか。風車がある、あの海沿いに風車が、巨大風車がずっと並んでいる。へ、茨城県、うんうん、波に先、長崎の先とか言って波崎ウィンドファームとか、うん、へ、撮影は OK なのかな。大丈夫じゃないかな。まあ本当、あとは、うん、まあ、そのいわゆる日本的風景というか山川みたいなね、うんうん、だったらまあ山梨とか長野とか、うん、その辺ですよね、うんうん、あとね、あの 熊谷暑いですけど、うん、春にね桜がすごくよく咲く、うんとね、あそこは何だろう、堤防じゃない、なんつうんだろう、まあ、いわゆる荒川の土手みたいなところがあって、うんうん、あそこは人も少ないしいいんじゃないかなと思います。京都ならでもいいんですけど、でも京都ならだと人の映り込みが結構、確かにあるよね。確かに、うん、奈良はちょっと素敵かなって思ったんだけれども、人気のない奈良とか。カメラってどれくらい離れてるイメージですか。結構離れてるイメージ、うん、遠景からってことですよね。うん、うん、羽田さんのイメージ的にはどこですか。沖縄ですか。いや、沖縄だと楽しくなっちゃいすぎる。楽しくなっちゃいますよね。ちょっと絵柄的にも美しすぎてね確かに、うん、森、山、川のうちのどれかが入ってるといいよなって。森ね、うん、もうだから人気が少ない軽井沢周辺とかですよね、うんうんうん、そういうところになりますよね、うん、樹海それはまたあの曲に対する意味が変わってきそうなので。そうか、うん、羽田さん的には具体的な場所あるんですか。いや、全然心当たりがないから相談しようかな。なるほど。と思ってたんだよね。これちょっと楽しみですね。ミュージックビデオ、うん、そういうのがあるんですね。作りたいなって。わかりました、うんうん、なんか場所に心当たりがあったらぜひぜひ。そうですね、うん、提案して。はい、待ってる。よろしくお願いします、うん、ではちょっと皆さんもね MV 楽しみにしておいてください。はい、まあ、8月9月どうでしょうかね。9月これ配信して 1,2 週間後くらいまではもしかしたらメールでもね募集できるかもしれない。あ、そっか、おすすめの場所があったら、あったら、ね、あったらここの道2人で歩いてみてくださ い、うんうんうん、あったらぜひお願いします、うん、なるべく登山にならない道がいいと思います。登山にならない道かだからもう羽田さんは車から降りてすぐ撮影みたいな、はい、OK みたいな感じがいいってことですね。だって登山になっちゃうと、ほら装備がロマンティックじゃなくなっちゃうじゃん。あ、確かにね、うんうんうん、ブラスと、うん、そう、素敵なやつね。乙女な格好ができるやつ。乙女が反応できるやつってことですよね。そうそう、はい、な格好で歩ける
感じでお願いできたらなと思います。いいよね、なんか、うん、旅行も兼ねて撮影いいですね、うんうんうん、これ皆さんも楽しみにしておいてください。はい、それでは曲を聴きながらお別れです。はい、タタラジ新テーマソング畑明でタタララです、うん、皆さん次の放送までタタられても弱るなよ。